安心せよ、無茶なことは言わんよ。なーに、初めて会った時のようにわらわのお尻をいじめてほしいだけじゃん。却下だ。なぜじゃ、無茶な要求じゃなかろう。あの時のように黒く固く太い棒でわらわのお尻を貫いてほしいだけなのじゃん。いちいち誤解を招く言い方してんじゃねえ。でもあながち誤解とは言い切れないんじゃないですか。オーケーティオ、ご褒美をあげようじゃないか。あの時よりさらに固く太く、そして重くなった自慢の一品だ。待つのじゃご主人様よ。先ほどのはあくまで。そう遠慮するなって。会える暇もなく一瞬で行かせてやるよ。ご主人様の目が大きい。